野良犬は1949年10月17日公開の日本映画である新東方映画芸術協会制作東方配給監督は黒沢明主演は三船敏郎志村隆モノクロスタンダード122分終戦直後の東京を舞台に拳銃を盗まれた若い刑事が ベテラン刑事と共に犯人を追い求める姿を描いた黒沢監督発の犯罪サスペンス映画である。東方葬儀の影響で東方を離れていた黒沢が他社で撮った作品の一本である。第23回キンネマ巡邦ベスト10第3位。昭和24年度芸術最小。ある猛暑の日、村上刑事は射撃訓練からの木とのバス中で隣に立った女性に、 これと式児童拳銃をすられ、犯人を追うも見失ってしまう。拳銃の中には7発の銃弾が残っていたため、事件が起きるのではないかと彼は、焦り戸惑う。村上は、上司の中島警部の助言で、すりがかりの市川刑事に相談し、鑑識手口カードを調べるうちに、女すりのお銀に目星をつける。村上はお銀の元を尋ねるも、彼女は白を切るばかり。そこで、 村上は彼女を執拗に追い回し、拳銃がもう手元にないなら、せめてヒントだけでもと懇願を続けた。とうとう観念したお銀は、バスへの盛り場で食い詰めた風体でうろついていると、ピストル屋が袖を引くというヒントを与える。ピストルを探すため、福音兵姿で闇市を歩く村上は、ついにピストルの闇取引の現場を突き止め、ピストル屋の紐の女を確保するが、 先に女を捕まえたためピストルを渡しに来た売人の男に逃げられてしまう。そこへ、ヨドバシで強盗傷害事件が発生し、その銃弾を調べると、村上のコルトが使われたと分かった。責任を感じた村上は辞表を提出するが、中島警部はそれを引き裂き、君の不運は君のチャンスだと知った激励する。村上は、 ヨドバシ署のベテラン刑事佐藤と組捜査を行うことになった。村上と佐藤はピストル屋の紐の女を聴取して、拳銃の闇ブローカー、ホンダの存在を突き止める。ホンダが野球好きだと知り、捜査人は巨人対南海戦が行われる、後楽園球場に向かう。アイスキャンディー売りの男がホンダを発見し、二人は、場内放送でホンダを正面玄関に呼び出して、 逮捕する。ホンダが保証として取り上げていた、米国配給通帳からピストールは、ユザという男の手元にあることが判明。二人は、早速、ユザの実家のお部屋へ向かって、彼の姉に会い、ユザが福音の時に帰りの汽車で、全財産のリュックを盗まれて、それが原因で道を踏み外したことを知る。また、実家の部屋から発見した便箋により、恋人の晴海の存在をつかむ。 二人は、ダンスホールを訪ね、そこで踊り子をしている晴海を訪ねるが、多感な年頃の彼女は、ユザとの関係には口を割らなかった。しかし村上は晴海に、自分も、ユザと同じく福音の際にリュックを盗まれた体験があると、告げる、ついに村上残るとで、強盗殺人事件が発生、夫が出張した、デスタクの妻が犠牲となった。帰宅して、死体を発見し、 同国する夫に、捜査員たちはかける言葉を失い、犯人への憤りを募らせる。まだピストルには、弾が5発残っている。二人は、晴るのアパートへ向かい、村上は晴るが湯座について白状するのを待つ。佐藤は部屋にあった、東ホテルのマッチを手がかりに単独で、湯座の姿を追い、彼が宿泊する、弥生ホテルにたどり着く。 佐藤はホテルのロビーから晴海宅にいる村上に電話をかけようとするが捜査の手が伸びてきたことに気づいたユ座の教団に倒れてしまう。晴海と村上は受話器越しに2発の銃声を聞き村上は絶叫する。ユ座はそのまま雨が降る中を逃走した。翌朝警察病院で佐藤の回復を待つ村上のもとに晴海がやってきてユ座が午前6時に 大原駅で待っていることを告げる。村上は駅へ駆けつけ、待合室の人々の中から泥だらけの靴を履いた男、すなわちユザを探し出す。村上と目が合ったユザは逃亡、それを追いかけ、雑木林の中で格闘を繰り広げる。一発の銃弾が村上の左腕を射抜き、残りの二発は外れ、弾丸はなくなった。力尽きたユザに村上は手錠をかける。 罪を食いてか、やるせない思いからか、ユサは絶叫し、悶絶する。その側を投稿する、子供たちが、蝶々を歌いながら通っていくのだった。数日後、病室の佐藤を訪れた村上は、ユザの行情を人ごととは思えないと10回する。それに対して、佐藤は、この町では、犯罪は、毎日のように起きており、ユザのことなどいずれ忘れるだろうと悟すのだった。以下は、 ノンクレジット、日本映画において、ドキュメンタリータッチで描く刑事物という新しいジャンルを開拓し、画期的な作品として、その後の同型作品に影響を与えた。また、酔いどれ天使同様、戦後の街並みや風俗とその中で生きている、諸々の登場人物が、生き生きと描写されている。当時、黒沢は、東方葬儀の余波で東方での映画制作を断念し、 死の山本果次郎や元木宗次郎らと映画芸術協会に参加して他社で映画を撮っていた。本作は大英で撮った静かなる決闘に続いて他社で撮った2本目の作品で映画芸術協会と新東宝の提携により制作した。探偵小説の愛読者でもあった黒沢はジョルジュ・シムノンを意識したサスペンス映画を作ろうと企画し新人の脚本家、 菊島隆三を共作に抜擢し、彼を警視庁に通わせて、題材を集めさせた。そこで、捜査一課の係長から、警官が拳銃を紛失することがあるというエピソードを入手、それを採用して、熱海で脚本を作り上げた。撮影のほとんどは歌詞スタジオの大野泉スタジオで行われた。予算が少ない中、警察の監視機下から土壌や、 ホテルやヒロインのアパートまでオープンセットを含めて実に三十数杯のセットが作られた。警察の監視識下のセットは実際に警察署を見学し引き出しのネームプレート一つに至るまで忠実に再現された。美術助手を務めた村木義郎によると土壌屋のシーンではイケスに本物の土壌を入れたが画面には全く映らなかったと語っている。本作は 淡路恵子の映画デビュー作である。淡路は当時小畜家劇団の研究生であり、本作に出演した時はまだ16歳だった。並木役の最終候補では、淡路ともう一人が残ったが、黒沢が淡路君の方が意地っぱりで面白そうだと決めたという。また、後の黒沢映画の常連俳優である、千秋キ術の黒沢作品初出演作でもある。当初の配役では、 なみきはるみ役に、桂木陽子、中島警部役に、小沢久志、釣りおぎん役に、沢村貞子、桶屋の女房役に、赤木蘭子だった。福音福姿の村上刑事が闇市を歩く場面では、助監督の本大志郎と撮影助手の山田和夫の二人が、上野の本物の闇市で隠し撮りを観光し、本田は、三船敏郎のスタンド員を務め、 山田がアイモを箱の包みに入れて撮影した。黒沢は後に、この作品で戦後風俗がよく描けていると言われるが、それは本田に追うところが大きいと語り、本田を称賛している。後楽園球場で、刑事二人が、拳銃の闇ブローカーを捕まえるシーンでは、実際の巨人隊南海の試合映像が使われており、川上哲次青田昇千葉茂る、 タケスエ師匠ら当時の選手の姿も見られる。前週、黒沢明の第2巻に収録されたシナリオでは、この試合は巨人対阪神戦となっており、別当の名前が見られる。また、ラッキーセブンでございますの場内放送に合わせて、観客が一斉に立ち上がり、セブンスイニングストレッチをする様子も見られる。緊迫したシーンにあえて穏やかで明るい曲を流し、 わざと音と映像を調和させない、音と画の対応法という手法が本作でも用いられている。劇中の使用例を見ると、佐藤刑事がホテルで歌れるシーンでは、ホテルのラジオからラパロマが流れ、ラストの村上とユサが対決する緊迫感ある。シーンでは、主婦が弾く、穏やかなクーラウのピアノ曲ソナチネ第1番波長調作品、21と、最後に子供たちが歌う。 蝶々が流れる。なお、本作では、規制曲が多用されており、村上が、福音兵に変装し闇市で、ピストル屋を探すシーンでは、野いこ降、東京武勇技文画湾ソロなどの流行歌が使われ、コンマ化した女すりが、情報を提供するシーンでは、吉吹場のビチのドナウ川のサザナミが、ハーモニカで演奏される。1973年9月29日公開。 松竹製作、配給。監督は、森崎あずま。主演は、渡哲也。カラー、バイド、104分。主役の刑事が拳銃を盗まれる冒頭シーンは、ほぼ同じであるが、ストーリーが進むにつれて、オリジナルとは大きく異なった展開を見せ、クライマックスは、在日米軍などで揺れる沖縄問題がテーマとなる。2013年1月19日に、 テレビ朝日系にて、テレビドラマ化され、テレビ朝日開局55周年記念、黒沢明ドラマスペシャルのラインとして放送された。主なキャストとして、江口洋介、広末良子、中村志導、江本優良を起用。また、映画を主な活躍の場としている、長瀬正俊氏の久々のテレビドラマ出演作である。このテレビドラマは、黒沢の 野良犬を原作としているものの、主人公がバスの中で拳銃を盗まれる場面から盗まれた拳銃の行方を追うという筋回しが共通している以外は物語、登場人物の設定などを大きく変更されており、ほぼオリジナルストーリーとなっている。内話、設定年齢、野良犬に関するカテゴリー、ありがとうございます。